こんにちは。今日はね、教えてあげるかなと思ってた。ツナフィッシュボールを作りたいと思います。ね。楽しみ。じゃあどうかなね。どうかな。じゃあやってみる。何があるの？ツナと人参。人参と玉ねぎ。それはコーンスターチ。コーンスターチ。とフラワー。フラワー。はい。と塩。塩。あとこれが胡椒。胡椒。これがニンニクです。ニンニク。で？それで。水は？水。水ね。ヘラ混ぜるもの。ボールです。イエーイ。じゃあユキやって。ん？作る？作る。あの紙あるんでしょ？あるよ。いやそれ。やってみて。最初にツナを入れます。全部でいいかな？もちろん。それは3つだよ。3つの缶かな。あれ使ってよ。それ小さいのはちょうだい。はい。ヘラ。全部入れちゃおう。美味しいかな。楽しみだよ。初めてだね。初めて。よし。次に人参と玉ねぎを入れます。オッケー。人参はみじん切りで切っておきます。誰がやったんだろう。ママ。だろう。まだ包丁使えないから。今度勉強しなさいよ。次に玉ねぎとニンニクを入れます。オッケー。玉ねぎ。もうニンニク入れるんだっけ？もう入れるでしょ。ニンニクです。臭いニンニク。でも体いいんだよ。体にいいんだよ。それは元気になるの。人参も臭っ。ニンニク入れたらかき回します。オッケー。ちゃんとやってる。臭いニンニク。いいんだよ、美味しいだから。横混ぜてよ。楽しみだ、完成した時。完成したら楽しみです。よくかき回したら、はい、フラワーを入れます。オッケー。フラワーってこれ？そうだよ。はい、入れます。はい、ボチョンってやればいいんだ。そう。はい。はい。上手。フラワーを入れて、次はコーンスターチを入れます。オッケー。色が同じ。違う。コーンスターチの方が白い。コーンスターチ入れたらよく混ぜます。オッケー。ちゃんと横だよ。自分で言ったからね。いいんだ。今度エプロン買おうかな。エプロン買った方がいいよ。服汚れないから。ね。まあいいや。楽しみだ。真っ白だ。雪山みたい。なんか綱が見えない。いいないか。貸してみる。持ってて、ボール。下だよ。下からやるんだよ、アナ。そう。下から混ぜるの。じゃあ持つか。混ぜたら？混ぜたら水を入れ、少しずつ入れます。オッケー。ズラーン。遅いな。少しずつなんだけど、もうちょっと入れるんだよ。こう、はい、混ぜて。下からです。
怖い？うん、なんか赤ちゃんがよく食べるやつに似てるな。うん。本当だ。よいしょ。混ぜたら？混ぜたら、またもう少し入れたら。美味しそう。やってみようか。やって。うん。じゃあ持って。いや。おお。これはね、乗れた方があれ、うん。いいの？もちろん。うん、アナ。下からやるんだよ。下から。うん、おすごい。うん。まとまってきたよ。ね。で、まだまだだから。まだまだだから。あともうちょっと入れろかな。はい。やる？ママがやろうか。なんか赤ちゃんが食べるのみたい。赤ちゃんこうそういうの食べるから。いいね、これ。これはおやつでもおかずでも大丈夫です。大丈夫ね、うん、でもおうちはなんておやつ、 で、あとでソース作ろうか。あ、うん、作る、ねうん、でもあの茶色っぽいの、うん、なんだっけ、砂糖ないからまあいいや、あれ白い砂糖でいい、あるもの使う、うん、ないものは使わなくていいないんだから使わない。もうちょい。もう少し。おっしゃ。全部入れちゃった。だって三分の一の、あ、やる。いいね。よっしゃ。よっしゃ。すごいなんか。ネバネバしてた？ネバネバしてるよ。うん。オッケー。で水を少しずつ入れたら自分がいいと思ったら塩と胡椒を入れます。よし、最初塩全部入れる。うん、パパパパ入った？うん、入れた。次に胡椒を入れます。 OK、うん、で混ぜる。胡椒の匂いがする。もうニンニクの匂いないでしょ。いやない。なんだ、胡椒の匂い。もう胡椒ない。よし、くしゃみするんじゃないの。あ、遅いな、あんたのリアクション。遅いんだよ、いつもよし、リアクションするのが。あ、いい感じ。いい感じ。砂糖が見えないね。うん、砂糖ないよ、これ。塩？あ、塩だ。塩。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おもう大丈夫だ。うん、で？で、フライパンに焼きたいと思います。ね、丸めて。フライパンに焼きます。オッケー。次はツナフィッシュボールのソース作るね。うん、分かった。はい。何があるの？水と醤油。醤油。醤油と。コーンスターチ、フラワー、塩、また、胡椒、だし、はい、にんにく、この材料でソースを作ります。この中に全部入れます。とりあえずね。とりあえず。でもまだ玉ねぎもあるんだけど。あの作るんだからね、沸かすから、沸かしたらそれで入れるから。 OKOK、うん、とりあえずそれ何入れる？醤油。水の中に醤油を入れます。 OK、 ドボーンしてもいいんだ。ゆっくりだよな。茶色に変わった。 OK、 それでコーンスターチ、これ使ってくれる？はい、でフラワーを入れます。はい、それで塩、
オッケー。入れます。ちゃんと全部入れた。オッケー。そう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 。オッケー。次にニンニクを入れます。はい、次にだし、これ黄色いやつ、はい、つぶつぶ、はい、次に胡椒を入れます。 OK、 よし、それで砂糖、ゆっくりね、あ、ちょ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 、ゆっくり、そうそう、で少なくなったら全部入れた方がいいかな、はい、それで混ぜます。よく混ぜるんだよ、あの白い白いのはなくなるなくなるまでね、うん、よし、ママやろうか、いいよ、これはね、すごい早っ早っ、こぼれない、本当はさ、はい、これはね、はい、あれこれ何、ニンニク入れた？入れたよ、ここに。本当？うん。あ、もうなくなっちゃった。白まだ。あれ全部な、全部あれやったら、うん。なんか音がするじゃん。早い。本当はね、これはね、もっと茶、すごい茶色っぽいなるんだけど。あ、そうだね。家にはね、砂糖。茶色っぽいの砂糖。茶色っぽいの。それは茶色の砂糖、はい、まあ、よっこりないから家にはあるもの、そう、大丈夫かな、あの白いのはまだ入ってる、ダメだ、ラム、まあ、ママ力あるからずっとやるかな、ね。一緒にあの先のツナのあれで、うん、と、うん、これはソースだから、また別のあれ入れて、まあ、一緒にやればいいかなと思います。くしゃみしないでよ。よくかき回して。OK?OK だと思う。で、あとでこれ、うん、ね、うん。入れるんだよ。OK。じゃあ、もう今本番です。うん、本番だ、本番、本番。今、油を入れてます。温めてます。まだ。まだかな。まだかな。見ないね、こっち。うん。まだかな。いいかな。まだ。あれだよ。うん。暖かいならね。うん。こうやるんだって。え、そうなの。で、シューってなる。そうなの。初めて知った。温まりました、やっと温まった、あ、入るよ、シュシュシュワ、すごい、シュワって言ってる、うん、すごい、わ、さっきよりも強い音が出た、うん、シュワーって、あお、さっきよりどんな味だろう、うん、うん、初めてだからね、楽しみだよ、うん、だんだんと大きくなるね、うん、
おいしくなーれ。なれ。おいしくなーれ。おいしくなーれ。魔法をかけろ。おいしくなる魔法？そう。失礼しました。ツナのフィッシュボール。ツナのフィッシュボール。次はソース。ソース。Yes. ね。おいしくなーれ。おいしくなーれ。魔法のアイス。こんな感じになったら玉ねぎを入れます。玉ねぎを入れます。はい、全部入ったかな。それで混ぜます。それで混ぜます。あららら、あららら。もう一回。オッケーオッケー。おいしくなーれ。はあ、おいしくなーれ。玉ねぎが見える。これおいしいよ。本当だよ、おいしいよ。これご飯にかけれる？かけない。あららら、まあ美味しいなんだけど、なんか塩が足りない。塩。おいしいわ。どう？おいしいよ。もうちょい。よーっきー。できたぞ。できた。もうできた？ブクブクしてるね、ソースが。うん。よっしゃ。なんか美味しそう。これ、あ、すごいじょ、まあ、すごいすごい、美味しい。熱いけん。あれ？入れますか？ソース。もうかけます。お、おいしそう。いっぱい方がいいんでしょ？うん、いっぱい方がいいよ。いっぱい入れた方が、うん、でも熱いよ、うん、いや、フォーク取って、フォーク。おいしそう。フォーク。You get your fork。 わお、本当においしいよ。おっと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 。はい。食べていい？あ、熱いけどさ。うん、食べてみます。ふうふうしてね、おいしい。うん。
ソース美味しい。でしょう。グッドソース。よし、美味しい。なんで出すんだよ。美味しい。肉も美味しい。肉じゃないよ。ツナ、ツナフィッシュボンでしょ。肉も大丈夫かな。ね、うんうん。あ、ミートボールとこのソースは大丈夫だね。合うかも。合うよ絶対。うん、ね、うん。甘いの。うん、甘いやつね。どう？美味しいね。うん。みなさん、すくってみてね。ね。おいしいよ。おいしいよ、絶対、これ。うん。おいしいからね。うん、今すぐ続いてもいいんだよ。うん。じゃあ食べて。うん。はいよ。バイバイ。バイバイ。気をつけてね。気をつけてね。